日本では、はい、誰もが仕事で幸せになってない、そしてこれ誰も変えられないっていうこのね、またほらさっき言った続きですよ。要するにあの他にももっと奴隷のように使ってる国があるじゃないとあの国内に、ね、はいはいはい、国内に奴隷にしてる地域から、はい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 、都市に連れてきて工場でね、はい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 、あの缶詰にして働かせてる国なんていっぱいあるじゃないと、はいはい、いうことなのに日本がこういうふうに言ってくると、まあはい、これです。いやでもね、はい、僕はねこれはまあちょっと確かにあるなと思う、これまあまあ、まあ、日本の働き方、ね、いいとこついてるな、あ、はい、僕もあの労働生産性の低さ、はい、なんかちょっと思いますんでね、はいはい、日本では誰もが幸せになっていくわけ、はい、タイトルがですね、これもエコノミストの、まあ、記事なんですけど、うん、バニアンっていうまた例の東アジア専門で書いてるコラムニスト、はい、もう担当者これ一人だと思うんですけど、うん、この方が専門でやってる時に日本の労働環境の厳しさを書いておりますよ、うん、はい、あのこのコラムがありましたんでちょっとご紹介します、うん、日本の異常な労働環境を紹介しております、はい、で一番初めに出てくるのがですね、青野芳久、うん、これはサイボーズの社長、はい、サイボーズって、まあ、アプリっていうかアプリ系ウェブサービスなんですけども、はい、あのね、あの Google カレンダーが出て、はいはいはい、あのぶち壊されたみたいな、ぶち壊された、いや要はあれ、はい、あれを最初作ってて、はい、あのほらこの日にグループウェアでこの日に誰と誰があのミーティングするとかそういうのをできるように社内グループウェアが出てたんだけども、はいはい、あの Google カレンダーに無料でやられちゃって一撃でやられちゃったという、まあいろんなグループウェアあるからあれなんだけど、はいはいはい、それを作ってる会社の社長さんですね、この青野社長さんが出てきて、はい、彼はなんか4時半にもう帰るみたいな、うん、ことですね。で、うん、これは日本で画期的だと、うん、彼みたいに働く人は日本ではいないと、うん、なぜなら長時間労働の文化があって、うん、1日12時間労働、うん、当たり前ですよ、うん、でしかも有給休暇があるのにもかかわらず、それは有給休暇はかなりあるんですよ、うん、日本あの先進国の中でも、うん、あるんだけどそれを半分も使う人がいなくて、休みも取らない、うん、これ戦後時代には確かに良かったモデルなのかもしれないけど、はいはい、うん、結果として出てるのは G7 で労働生産性が最低であると、うん、この状況いかにっていう、日本人はしかもそれを自分で変えられないんじゃないかというふうに言っております、はい、山根会長も定時に帰った女子事務員に5時間説教したっていう話がありますね誰がですか、山根会長ですよ、山根会長山根会長、定時に帰った女子社員に5時間説教した10時までひどいなそれまあはい、この結論としては、はい、僕はこれ結論かどうか知らないですけど、この記事の中で言われたのが、うん、まあ、痛いところつく指摘だなと僕は思ったのが、はい、同調圧力なんですよ、日本の社会では同調圧力あると、ね、だからみんな帰らないと俺も帰らないから帰らない、うん、誰も帰れない、それはあるね、ありますよね、うん、で僕コンフォーミズムってこれ書いてあるんですけど、確かにね、僕はね日本の中でこれすごい強いなっていうのは、上司に帰ってもらわないと部下が帰れないっていうのはありますよね、そうなので、うん、この記事の中ではトップからやっぱ規範を変えなきゃダメ、規範ってまあこれ、まあ、よく言うことなんですけど、うん、そう、あとねもう一つね、まあ、これは日本無理だろうなと思うんですけど、解雇しやすくなる制度が必要と、うん、だからあの雇用はまあするはいいんだけど、やっぱ労働環境、まあ、これネオリベ的な話でちょっとや僕もあんまり好きじゃないんですけど、はい、基本的にあの採用しやすくなる制度と解雇しやすくなる制度、はい、まあ、と人間をどんどん入れ替えやすくする労働力の、ね、流動性っていうんですけど、それが必要なんじゃないかっていうところも指摘、いやもうこれが一番ですよ、ですね、採用、はい、しづらいのは、はいはい、やっぱり解雇できないから、そう長期でね、長期、はい、あの何働かないのに採用しっぱなし、何クビにできないから、クビにできない、はい、ずっと残られるともう面倒くさいっていうのがあるから、だからできるだけ人採用しないようにしよう、それで派遣にしようとかなりますよ、ね、いう形になっちゃうんですよね、はい、だから本来正社員を、うん、解雇しやすくすれば、そう採用するよバンバン、全然、うん、そうなんですよ、そうこれはだからやっぱ労働市場の、まあ、流動性が低いっていうところもあるかもしれないですけど、僕はどちらかというとこの気になったのが同調圧力の方ですね、うん、はい、これがやっぱでかい、はいはい、で僕ね今回やっぱツイッターでかなり見られる話が、再来年の東京オリンピックじゃないですか、うん、はい、
あの今すごく暑いですよね、うん、でなんか2日ぐらい前に出てきたのはびっくりしたんですけど、あのサマータイムを入れようかと。しかも2時間ってなんだっていう話ですよね。2時間早くする、2時間早くするか、2時間って変え普通変えないんですよ、うん、アメリカとか僕イギリスカナダもいましたけど、普通変えても1時間なわけじゃないですか、はい、で1時間変えても結構そのなんか大変なのに、いきなり2時間って体狂うよ。おかしいでしょ、うん、おかしい。だって朝2時間早く起きるって、うん、ちょっとね。マラソンを朝7時からやるって言ってるわけじゃないですか、うん、9時に終わるように5時からやる。でそれを5時からやるわけでしょ、うん、おかしくないですか。まあでも日の出ぐらいからスタートしないと。日本の場合夏はちょっと厳しいですね、うん、やっぱホノルルマラソン方式みたいな。ホノルルマラソンってどういう感じですか。多分朝早いと思うよ。あれめちゃめちゃ早いんですか、ね、早いと思う。あ、うん、いやすごいな、うん、でしかもそれをなかなか変えられないっていうのが僕はかなり同調圧力のところに入ってんじゃないかな、うんうん、いや僕なんか本当に最近 の, そのオリンピック関連のいろいろ情報出てくるじゃないですか、うん、なんか結構恐ろしいことを結構、うん、なんか学徒動員みたいなこと言ってるんじゃないです か, なんか学生を11万人動員しましょ う,、うん、しましょうとか なんでこんなおかしいのが出てくるのか。いや普通に常識的に考えてもおかしいじゃないですか、そのお金払わないとか、はい、ボランティアだから本当にお金払わないとか、うん、そうインパール作戦みたいなことを書いてて、なんか変な同調圧力がその政府の中にあるのかなっていう。ホノルルマラソンは朝5時ですよ、スタート。朝5時か、うん、うわ早っ。でも確かにすぐ暑くなっちゃいますからね。暗い時にスタートするで、花火をバンバンバンバーッと上げて。そうそう、いやすごいな、うん、それと同じ感じだ。もしいやそれだったら普通にその時間で5時から始めればいいだけの話じゃないですかって僕思ったんですよ。あ、そう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 、ね、だからその昼間の、うん、例えば12時から、まあ、11時から3時ぐらいまでやって夏のそのゲームやんなくて、うん、そうそうそう、そう。いやだから本当この僕はこのね、労働環境のやつ見たんですけど、はい、変な同調圧力ってのは日本はあるなと思ったんですよ。それはいい場合に働く場合ありますよ、うん、国家総動員的なことができるって、はい、でもなんか今回のそのオリンピックの話を見ててですね、いや異様な同調圧力あるなっていうのを感じましたね、うん、まあ、サマータイムはやめて、そう5時からスタートすりゃいいよね。そう、それだけで別にいいじゃないですかって話なんですけど、うん、なんかねこう変に同調圧力したがる傾向があってですね、うん、で僕この、まあ、ほらお付き合いある某組織を見てもそうなんですけど、うん、なんかね戦略文化とは言わないんですけど、はい、なんか人材を優秀な人材を浪費する傾向が僕日本にすごく多いんじゃないかっていう。それはあのゼロ戦、ゼロ戦パイロットのなんか、そう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 、ああいう感じなんですよ、うん、はいはいはい、アメリカなんかだと、うん、例えば今でもなんかねあの某組織の人たちが向こう行くんですけど、だいたい6割ぐらいできるやつが大量に来ると、うん、はい、であのなんか同じような演習をやるんだけど、うん、向こうは人材が豊富だから6割ぐらいのやつがバーっと来て、うん、平均的に成績がいい、はい、でこっちはすごいスーパー専門家みたいな人100点をずっと取り続けるらしいんですけど、だいたい3日ぐらいでこうダメになるっていう、はい、でそこ1週間ぐらいやるとで結局6割と、はい、取ってるアメリカの方がなんかいいみたいな、うん、その演習とか の,、はい、その成績ですね。でそういうものがあって、はい、何なんですかやっぱ日本ってそのいい人材を、うん、なんか浪費してしまうというか潰してしまうって傾向がなんかすごくあるのかなっていう、はい、気がしますね。でもやめられない、はい、同調圧力で言えば、はい、やっぱりなんかな、うん、あの日本人特有のちょっと個性を許さないというシステム、はい、まあ、個性を許さないからいいんだよね。みんなが同じルールでやるから、うん、例えば公衆浴場とか温泉とかも、はい、まあ行ってちょっとシャワー浴びてちょっと軽く体洗ってからじゃないとお湯に浸からないとかさ、そこで個性出されても困るじゃない。確かに確かにあの電車とかも、あこれみんなが並んで入るんだなとか、うん、あのピーってなったらなんかみんなこう、はい、左右に分かれてとか、そういうそのなんとなくの同調圧力がこう国民全体にこう空気読む、まあ、同調圧力の、まあ、そのいい意味だか悪い意味だかで出てくると忖度ってことになりますよね。そうそう、あれはでも忖度っていい意味に解釈すればすごいですよね、うん、トップのやりたいことをこちらからもう先に手を打って、うん、なんかこうやってくれるっていうところではもうスムーズにいくっていう、カリスマ山根に対する何でしたっけ、あの忖度、飯じゃなかった、あの行くと、うん、なんかすでになんかリストがあって、 その控え室に行くとなんか革のなんとかあって、あ、まあまあ、チョコレートは明治のやつじゃないかダメとか、甘露飴とか、ね、甘露飴が今回すごいなんか
インタビュー答える時も自分の家に甘露飴が置いてあったんだありましたね、ありましたね。糖尿病じゃないの分かんないですけど血糖値が下がるとまずい。いや、なんであの甘露飴にこだわるのかなって分かんない。ありますね、うん、いや昔の人ってなんか甘露飴すごい、確かに、うん、僕なんかの親父なんかの世代はやけにあの甘露飴って確かにその当時のやつあるんですよね、山根、まあ、会長のそう健常品リストか、まあ、日本人はね、その効率っていうものをあんま考えないで、うん、生き様、仕事が生き方とかその姿勢、来た、うん、道なんですよ、要はタオになっちゃう。いや、スポーツタオじゃないけど、うん、スポーツは結果じゃん、はい、でも、はい、武道っていうのは勝とうが負けようが自分に勝つかどうかだとか、道は人生なりみたいな、 道っていうのがあるから、はい、この道の考え方がそのやっぱ仕事の中に練り込まれちゃって、だから結果がいいやつを優遇させると、あいつは態度は悪いのに結果出してるやつを評価するのかみたいな、タオじゃなくなっちゃう、まあ、道じゃなくなっちゃう、道じゃなくなるっていう、あ、それが中国人のタオとちょっと違うと思うんだよね。違いますね、日本の道っていうのはちょっと違う感じなんだよね、はい、そうですね、うん、だから中国人のタオはこれね、こちらの本でも言ってますけど、うん、はい、どちらかというとその引用的なもの、自然の摂理みたいなのもかなり、だからちょっと日本人のその道っていうのが労働観に入っちゃって、違うな、ちょっと日本の労働環境を変えるべきですかとか、まあ、その人材の能力判断とか、はい、うん、その働いてる時間とかね、はい、同調圧力とかそういうのを変えるべきですかっていうのは、一番はもうやっぱ当然もう時代が変わってるから変えるべきだろうと、うん、2番は日本の良さっていうのがあるから終身雇用とかむしろ変えなくていいんだと、そういうふうにすべきだ、なるほどね、日本のねやつ、うん、でわからない、はい、だ、この3つで一番近いものをね、はい、そうですね、うん、はい、いきます、ドン、はい、変えるべき、おお、72.8、変えなくていいか、でも変えなくていいが 16.6、 わからないが、はい、いや、これあの、いい部分もね、そう、あと一人一人思ってることがちょっと違うんで、うん、実は同じことだったりとかする可能性もあるんですよ、うん、あの、ね、1番と2番を同じように考えてるかもしれないと思うんですよ、あ、はい、まあ、一つは例えば長時間労働だから今までやってこれたと、まあ、のかもしれないよね、うん、そうなんですね、もしかしたらそれもね、ちょっと微妙っちゃ微妙、資源も何にもない国がここまで来てて、うんうん、今逆にあの休日とか増やしちゃって、はい、あの労働時間も短くって今してるわけでしょ、そうしたからこそ負けてきてんじゃないのっていう、おかん、そういうこと言う人もいるってことなんですよ、はい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 、僕は賛成はしたくないんだけど、うん、あの効率を考えないともう勝てないだろうって思ってるから、あのどっかの工場の、うん、マスター、まあ、うん、あの工場長みたいな人が、はい、どっかの雑誌に、うん、結構どの雑誌かな、僕ちょっとチラッと見たやつ、本屋でチラッと見たやつなんですけど、うん、時短絶対反対みたいなこと普通に書いてる人いましたからね、あ、そうそう、だから要はまあ職おこれよく書くなと、職人しろなんしろ1万時間の法則とかね、はい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 、そのある程度同じことを繰り返していくと、 そこから急にあのずっとこうしか進まないんだけど、急にこう二次曲線に来るところが来るけど、みんなその今の労働環境だと二次曲線に来る前に、うん、やめちゃうやつがいると、あ、俺うまくならねえって、まあまあ、うん、それはねちょっとありますよね、そう、うん、急にやっぱできる、累積の話ですね、例えば受験勉強だって、あの単語を覚えててもなかなか無理なんだけど、ある程度覚えてきたら急に単語が頭に入り込んでどん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 覚えられるようになってくるじゃない、はい、うん、そうですよね、まあ、そういうところで、だからね、あの公立の中学校のやつが大して英語できないのは週3時間とかだから、はい、コスパが悪いとかね、英語だから週3時間の英語じゃ全然覚えないじゃない、やっぱ私立行ってすごいのは週7時間英語やってるから全然できるわけだし、僕ねどっかで読んだやつで、うん、モルモン教、うん、あの人たちってほら外にすごい普及するじゃないですか、うん、あの人たちなんか2週間で全ての言語をマスターするっていうプログラムをやってるらしいんですよ、はいはいはい、これ誰のやつ僕読んだのかな、うん、でその2週間で何をするかというと、うん、はい、これから2週間この言語だ、あなたもしフランス行くんだったら、うん、フランス語しか喋っちゃいけないですっていう素人突然放り込んで、うん、もうとにかく全てフランス語にしちゃう、そうすると2週間で結構喋れるようになる、あ、なるほどね、超短期集中の超累積ですよ、うん、はいはいはい、はい、そういうことですよね、はい、なるほど、
ってましたね。まあちょっとそのこれはちょっとあのなんでまあちょっと時間取って言ったかというと、これこういう議論をすごくしてみんながいろんな意見を出していかないと、あの中途半端にあのいいとこは消して悪いとこだけ取り入れて、なんかあの凡人ばっかりできるんじゃないかなと思うね。あの昔長時間労働だからそれによって天才が出た部分ももしかしたらあるかもしれない。ガンダム的なね人がね。まあまあそうそう、だから要はあの部活とかでもあの桑田真澄がさ、あの東大に入って手伝ってた時代があったんだけど全然うまくならなかったのね。あ、東大の子たちがね。そうそう、だから千本ノックとかバカらしいとか言って、ああ、わかるわかるわかる。ノックとか10本ぐらいでいいんだとか、あと飛びついて怪我するかもしれないのノックしちゃいけないとか。コスパ。そういうのを言ってたりとかしてない。東大の子たちはね。東大の子、そう、あの、行って。でもさ、それさ、すげえできるやつだよ、運動神経が。まあそうですね。下手なやつは、もう何本も打たれて、それで、そうですね。急にうまくなるやついるわけでね。レギュラー目指して、あの納得できるまでやりたいってやつ、ね、うさぎ飛びやるとか言って、そうだから、はい、ちょこちょこっとで上手くなるってそれは才能のあるやつだけがそうですね、うまくいく時代になっちゃうしっていう、そのうまくこの融合させるバランスとか、その納得するまでやりたいやつは納得するまでやらせた方がいいんじゃないの。戦略の階層の CD で言ったのかな、うん、ちょっとどっかで僕話してるはずなんですけど、うん、累積ってそのコスパ的には合わないって思われがちなんで、うん、今すごく軽視されてますよね、うん、で今回あの和田さんこれ覚えてますか、デリックさんのインタビューちょっと先にネタバレちょっとしちゃうところあるんですけど、はい、今やっぱ我々の教育システムって西洋化してるんですよ、うん、西洋化してます、だいぶ西洋化してますよね、はいはいはい、そうすると我々昔東洋的にやってたその累積的な、うんうん、その目に見えないんだけどとにかくやってればいつの間にか結果が出るよっていう、うん、はい、その考えが今完全に失われちゃってるんで、うん、そっちの戦略思想みたいなものを、まあ、もしくはその成功法則で何でもいいんですけど、うん、そういうものが逆に今失われちゃってるんじゃないかと、うん、まさに千本ノックの話しましたよね、はい、で和田さん千本ノックって確かにコスパ的には悪いかもしれないんですけど、うん、でも繰り返しやっぱりやんないと身につけられないもんって絶対にあるんですよね、だから下手なやつが上手いやつを逆転するとしたら、うん、やっぱ繰り返ししかないですよ、あのそうそうそう、あの長時間やるしかないと思う、何時間もそのそれがね、下手なやつがうまいやつを逆転するやつだって、体育とかね、そう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 、10本ぐらいでうまくないやつはもう最初からうまいわけだし、うん、そう、あ、寿司の修行ね、いや僕ね、はい、寿司の修行でももちろんあのやってくコツつかむっていうのはやっぱいいと思うんですけど、はい、本当にやっぱり身についてる人ってやっぱり累積やった人じゃないかなっていう、なるほど、いや厚みってやっぱり最終的にはそっちに出てくると思うんで、ね、うん、はいはいはい、だと思いますよ、うん、はい、まあ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 そういうことでね、そのなんかその取ってつけた西洋式の言い方を入れて、うん、そのこの議論、うん、働き方改革の中とかで政治家が議論してんじゃないかなっていう気もするの ね、 そうね、日本的な良さもあるし、その哲学持って話してんのというのはすごく僕は思うわけですよ。だから これからほら、うん、AI 教育とか言って、うん、はい、その論理的思考の話とかいっぱい出てきますけど、うん、はい、やっぱりこれからそれってすごく西洋的な考え方で、うん、累積忘れてんじゃないのっていうのは僕すごい怖いですね。なるほど、はい、であのワイリーはもう完全にその累積戦略のこれはあの戦略の階層じゃないや、はい、戦略論の原点、はい、読んでいただければ分かるんですけど、うん、最終的にはあの累積強いやつが勝つんだって言ってません、ね、累積強いやつがちょっと順次的なことを、まあそういうコスパ的なことを最後ちょろっとやったおかげでガーンって勝てるっていうことは先週見れば明らかだって彼は言い切ってるんですよ、はいはいはい、なるほど。ところが我々どうも今はどちらかというとその全部順次戦略でいけるし、はい、そうなるべきだみたいな風潮になってるんじゃないですか、はいはいはい、それがちょっと怖いなっていう、はい、そうですね、気がしますね、はいはい、まあということで皆さんの考え方も持ってですね、はい、ぜひその近所の政治家とね、はい、議論してほしいなと、そうですね、はいはい、思いますね、はいはい、ちょっとだいぶこの辺話はちょっと言っちゃいました、はい、いやこれ結構 ね間違った方向に行くんじゃないかなっていう気が、うん、なんか中途半端な、ね、結局その秀でてるやつって結局累積やってるんですよやっぱり、うん、その分野でやっぱずっと本読んでるとか、はいはい、この分野ずっとやってるでなんかそれをみんな累積、うん、順次戦略で結構なんかこうコツだけつかめば OK だみたいに感じますけど、はい、そうじゃないですよね本当に。だからそうね、だから
何かな、こう労働者の権利って言って法律を求めろとか、はい、逆にそれも言ってるわけだから、うん、だったら経営者の方からしたら、はい、であとできる人間を採用しろっていうことだったらクビにしやすくするのが一番国としては国としては全然、ねね、あの税収も上がるし、あの逆にあの転職もすごくしやすくなるっていうところはあると思うんだよね、うん、ありますね、はい、これはね、はい、まあちょっと僕累積戦略の話でちょっと思い出して、もう一個ちょっと言わせていただきたいんですけど、うん、このデリックさんが今回香港に行った時に、はい、なぜアメリカ人は、うん、その中国の戦略の損失とかを理解できないのかって話したのを覚えてますか、はいはい、言ってました。で、はいはい、それはアメリカ人ってまあ戦略文化とかそういうことで、うん、あの損失の考え方も法則だけを見てって、うん、これで分かったような気になっちゃって、はいはい、実際中国がやってること分かんないわけじゃないですか、うん、はい、そうです。でも我々は、うん、そのまあ香港の人間も中国の人間もそうですけど、はい、ある程度三国志とか知ってるわけじゃないですか、うん、はいはい、中国の戦史みたいなの、うん、そうしてると、うん、その中国の歴史とか戦史をちょっとやっぱ知ってるってこう積み重ねがあるから、はい、本当はいいんだっていう連続性が、ね、連続性のその、ね、はいはい、やっぱりその背後の知識みたいな、うん、バックグラウンドがやっぱないと、はい、うん、その損失がこれだけパッパってこう補足的に言ってるけど、それってやっぱりこの後ろにあるこの累積的な知識の裏付けであって最後出てくるものなんで、うん、それをせずにいきなりこの法則だけを学んでも何も分かんないよってことを結構デリック言ってたんですよ。三国志はだって日本人の方が絶対知ってるでしょ。ゲームとかで知ってるっていうそれ今むしろ中国人はゲームで知ってますからね。だから俺も、はい、俺は読んで愛読してたのに、はいはいはい、ゲームで入ったやつに知識かなわなかったから、ね、そうそう、それあるんですよゲームのやつは長雲のなんとかのパワーが300でとかで名前とかめちゃくちゃ覚えてんだよねそう、うん、めっちゃ細かいキャラなんですよね。そうそうそう、はい、めっちゃ細かいキャラ覚えてる本当にそれはねちょっとね、うん、ありますけど、いやでも本当それでもゲームの場合だってそれはゲームをやってるっていう累積でやっぱ時間かけてますから、うん、彼らもそう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 ですね、うん、そう繰り返しなんですよ、うん、番組を見てるだけで世界情勢分かるようになってるんですけど、はい、もっと真剣にやりたい方はですね、はい、CD 学習をしていただきたいんですが、戦略の階層からスタートして、そうです、これがまずエントリー、エントリーが戦略の階層が分かってないと、まあ、これもこれでもうすごいですよね。これでグッドグッドやっぱ名作ですよね。これは国際情勢を勉強してる人の中では、はい、かなり優位に立てる、使いますね。そしてこの続編である未来予測と戦略 CD という、うんうん、戦略の階層のね、極意である、はいはいはい、日本人の苦手なこの戦略部門がよくわかるという、うん、はい、自画自賛、そうです、もう自画自賛させてくださいよ、まあ、本当に、はい、もうあの嘘つけと徹底的に嘘つけっていう CD ですよね、はい、なんかそういうとすごい引き声が悪いよ、夢見ろよと夢見ろよって徹底的に夢見ろよと、リアリズムの話をしてるはずなんですけど、ね、徹底的に夢見ろよという CD です。そしてっていうか、まあ、はい、まあ、この番組のテーマの一つはリアリズムをやる、うん、リアリスト入門、うん、これを勉強すると、うん、ああこちらね、やはり、はい、充実してます。いやリアリスト入門は、はい、僕結構これは、はい、はい、勉強になると思います。